こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市博多区博多駅南にやってまいりました。スタンダードな新築に言えるご案内したいと思います。それでは上の方に行きましょう。建物の横が、建物の横がセブンイレブンさんでございます。外観はこちら、新築です。2024年1月完成したばかりの新築でございます。宅配ボックス完備となっております。JR 鹿児島本線博多駅まで徒歩8分ですね。8分の物件でございます。駐車場はもう満車となりました。続々と入居が決まっております。こちらからの外観も見てみましょう。改めて建物の外観はこちら。なんかかっこよくないですか。金ピカですよ。エントランスはオートロックとなっております。防犯カメラが設置されております。それでは上の階へ向かいましょう。上に参ります。 Going up。隣セブンっていいね。最高やね。早速お部屋の方に入ってまいります。お邪魔しんます。もう良さそう、めちゃめちゃ良さそう。玄関ですね。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとダブルロックでございます。鏡が細くてたけしも細い。シューズクロークでございます。可動式でございまして数えてみたいと思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 だ。パナソニックさんのナノイーだね。これは靴が臭いのも吸引してくれちゃいそうですね。僕は足が臭くないで有名なんですけども、はい、気になる方にはすごくいいかもしれないですね。僕ね、足が臭くない。靴を揃えて、まずは玄関入ってすぐのこちらの扉行ってみましょう。パウダールームですね。大きな独立洗面台が設置されております。こちらには室内洗濯機置き場ですね。洗濯パンがございまして、幅に余裕がありますね。大きな洗濯機も置けそうです。上部には棚が設置されております。鏡の後ろに収納できるタイプですね。こちら。はい。伸びるか伸びるか伸びる。下部収納はこんな感じでございます。嬉しい。ここには換気暖房乾燥両風のリモコンがございまして、バスルームでございます。高級感しかないね。いいバスルームでございます。追い焚き機能も完備と手すり付き、嬉しい。はい、ということで今回は 2L。こちらは TOTO さんのウォシュレットが設置されております。壁にリモコンがついているタイプで、手洗い場も完備となっております。棚が2箇所ですねございまして、上部には換気扇が設置されております。なんかいいね。広い。いや広いっすね、はい、カットかな。これはカットされそうだよな。
はい、ということでこちら洋室 6.3 畳でございます。通路側に 6.3 畳の洋室でございます。わ、ここのね、ここもこういう感じになってるの初めて見たかも。 6.3 畳の広々とした洋室でございます。寝室としていいんじゃないでしょうか。そしてもうね、光が見えてますけれども、そういう場合はだいたいね、ウォークインクローゼット、はい、広い、はい、ウォークインクローゼットでございます。やっぱね、駐車場すぐ満車になりますよね。まあ、ね、ほんとね、12階建てで世帯もね結構多くありますんで、12階建てで、12階から12階までと考えると11階かける44台か、ね、そんなに駐車場は確保がないんでですね、リビングですね。気づいたらリビングに来てたわ。 12.7 畳のリビング、まずはキッチンですね。シンク広い、調理スペース広い、3口のガスコンロが設置されております。ガスの種別は都市ガスです。ここにこれだけでかい、もうこれはなんて言ったんですかね、超デカ収納何も思いつかん収納です。で、冷蔵庫やレンジはしっかりとキッチンの後方に置けるようになっております。素晴らしい、いいっすね。リビングの広さは 12.7 畳でございます。気持ちいいっすね、ピカピカですごくいいっすね。ここね、2、3日ずっと天気悪いんですよ、福岡。ちょっとね、こんな感じで暗く映ってるかなと思うんですけど、リビングの隣には6畳の洋室でございます。こんな広い 12.7 畳のリビングの横にもしっかりと6畳で、ここでね 4.5 とかだったらやっぱちょっとね狭いなってなるんですけど、ここも6畳ちゃんとある、これがいい、これが良い。横幅しっかり、高さもしっかりのクローゼット完備となっております。こんな感じですね。バルコニーの向きは南東向きでございます、ね、向きとしてはいい向きですよね、南東向き。洗濯物も干せるようになっておりまして、かなり広いですね、バルコニーでございます。設備のご説明をさせていただきます。エアーコンディショナーが1機、コンセントの数いってみます。テレビモニターフォン、給湯のリモコン、4、5、6、7、インターネット使用料無料でございます。7箇所でございます。あと雨が降っても物干せるがついてます。いいですね、スタンダード、やっぱりこれが住みやすい。はい、ということで今回は福岡市博多区博多駅南の新築 2LDK をご案内させていただきました。気になるお家賃は144,000円、管理費5,000円でございます。バンバン決まってます、マジです。博多駅まで徒歩8分の高立地の新築 2LDK に住んでみてはいかがでしょうか。この物件が気になった方は概要欄の方から直接お問い合わせいただければと思います。マハラハウス公式 LINE アカウントもございます。お気軽にお友達申請していただければ嬉しいです。この動画良ければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。